メルセデス・ベンツ・アレーナは、ドイツ・シュトゥットガルトにあるスタジアム。1933年に完成。1950年には、西ドイツの第二次世界大戦後初の国際試合の会場にもなった。収容人数は54,267人。旧名称、ゴッドリープ・ダイムラー・スタディオンは、シュトゥットガルトに本社を置く自動車メーカー・ダイムラーの創始者。 ゴットリープ・ダイムラーにちなむが2008年にそのダイムラーが命名権を取得したことで同社のブランドであるメルセデス・ベンツの名が完成られた。地元のサッカークラブ VFB ・シットゥガルトがホームグラウンドとしているほか1974年の西ドイツ W 杯など幾多の国際試合の会場として使用された。2006年のドイツ W 杯でもオランダ対コートジボワール。 クロアチア対オーストラリア、スペイン対チュニジア、3位決定戦ドイツ対ポルトガルなど5試合の開催が行われた。もともと陸上トラック付きのスタジアムではあったが2009年夏にスタートした改築工事により陸上トラックを廃止。同時に4万1000人から6万人へと収容人数も大幅に増え2011年にリニューアルされた。ありがとうございます。